二千二十二年も宅建ジョブエージェントさんの提供でお送りいたします不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント専任のキャリアアドバイザーが転職活動をサポート <laughs> なりたいあなたを見つけよう詳細は概要欄ですににタマヤ女性たちの不動産業界専任の宅建師ってどういう意味なのへんということでこのチャンネルは完全動画学で9つ資格を取った元上場企業のトップ営業マンである私が 宅建をはじめ資格取職に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。 ということでですね、タッケンの勉強をしていますと、専任のタッケンっていう言葉出てきますよね。もう既にタッケン合格した方なんかはですね、もう先人のタッケンになったという方なんかもいらっしゃるかもしれませんけども、タッケンに合格したらですね、専任のタッケンになった方がいいのかななんて考えている方いらっしゃいませんでしょうか実はですね、こんなご質問をいただいております。こちらです。ケンケンさんありがとうございます。専任のタッケンというのがいまいちよくわかりません。普通のタッケンとの違いも教えていただけないでしょうかよろしくお願いします。ということでございます。はい、ご質問ありがとうございます。皆さん人の宅 どういうういいものかっていうのかをご存知でしょうかまずですね、宅建士というのは、宅地建物取引士試験にです、ね、合格した上で、宅地建物取引士資格者のです、ね、登録をして、そして宅地建物取引支の交付を受けた人、これをですね、宅建士宅地建物取引士というふうに言います。で、専任の宅建士というのは、宅地建物取引士のうち、事務所に常勤して、 もっぱら業業の業務に従事することが必要になりますこれがですね、専任の宅建士なんでございます。で、国交省令ではですね、1つの事務所に5名につきですね、1名以上の設置を義務付けております。これはですね、一番宅建試権で問われる部分ですけれども、例えばですね、5人の事務所だとして、全員宅建士だとします。この場合ですね、5人のうち誰か1人はですね、専任の宅建士として登録をすれば OK です。ちなみにですね、2人3人というふうに登録することも全然可能でございます。5人全員登録しても別に問題はございません。ただですね、途中でですね、退社する ななななどししてて変変更更すすする場合ににに関しては変更届をですね行政庁に出さけければいいいととうことになりますちなみにですね、専任の宅研師というのはですね、基本的に能力の問題ではありません。別に試験を受けるわけではありませんので、でしかもですね、専人の宅研師じゃないとできない業務というのは特にありません。実務上ですね、やる業務に関しても、宅研師も専任の宅研師もですね、基本的には同じでございます。だから実務上の扱いとしてはですね、専人の宅研師で登録した人はですね、すぐに退社したりなんかすると、非常に会社としてはですね、手続きめんどくさいので、できるだけですね、会社をすぐに もないですね役職上の人とかですね、まあ、入ったばっかりの新入社員じゃなくて射撃が長い人にやってもらうということが多いですちなみにですね専任の宅検師っていうのはですね常勤性と専従性の2つのですね要件を満たさなければならないとされていますですのでですねこういう場合はできません例えばこちらです他の法人の代表取締役とかですね代表者またはですね常勤役員を兼任している場合なんかはできません他にもです、ね、会社員公務員のように他の職業に従事している場合ですとか他の個人業を営んでいる場合なんかも社会通年上営業時間 普にですね宅建業者の事務所にですね勤務することはできない状態にある場合なんかはダメですあとはですね通常通勤が不可能な場所に住んでいる場合なんでこんなですね条件が入っているのかというと結局ですね名義貸しするやつはいるからなんですよ北海道に住んでいるのにですね東京のですね事務所の専任の宅建士に登録させてくれよみたいなですねそういうようなことを言われることがあるんですけどもそういうのはですねここで全部突っ跳ねられるということですねもう出勤ができないような場所のところに住んでいる宅建所専任の宅建士なんてもうおかしいだろうっていう話ですねその他にもですねあとは大学生とかですね学生さん ですね、在学中の学生さんとかもちろん、託研士になることはできるんですけども、専任の宅研士としては登録はできないということですね。あとはです、ね、勤務時間が営業時間のです、ね、一部に限定された非常勤職員とかです、ね、パートタイム職員の場合なんかもです、ねえー、認められないということでございます。ただです、ね、これ、ポイントになってくるのは、宅研業とです、ね、専任宅研士の間のです、ね、雇用関係というのは特に問われません。問われないというのはです、ね、別にアルバイトだからダメとかです、ね、パートだからダメっていう基準はありません。 宅検業者がですね、明確にですね、指揮命令下におけるんであれば、例えば契約社員とか派遣社員の専任の宅検証を設置することだってできます。アルバイトだったら絶対ダメということでもありません。 ポイントはです条、ね、件性っていうところをちゃんと満たせるかどうか専従性というところをちゃんと満たせるかどうかというところにですねフォーカスして判断されるので雇用形態によって判断をされるということではありませんではですね実際にどんな試験問題が出るのかっていうのをちょっとやってみたいと思いますいきますよこちらです、えー、平成24年問36「宅建士に関する次の記述のうち宅建情報の規定によるは正しいものはどれかいきますよ 宅検業者 C、各公検知事免許の主たる事務所の専任の宅検士 D が死亡した場合、当該事務所に従事する者17名に対し、専任の宅検士4名が設置されていれば、C 社が公検知事に届け出をする事項はない。さあ、どうでしょうかいきますよ。じゃあ、ちょっと一つずつ判断していきますね。まずは人数から考えます。事務所においては業務に従事する者に対してですね、5分の1、5人に1人の割合でですね、専任の宅検証を設置する必要があります。 選択肢だと、従事者が17名ですから、5人に1人ってなってきますと、すなわちですね4人の専任の宅憲者が必要ということになります。で実際にも専任の宅憲者が4名設置されているので、設置人数の点では不足はございません。次にですね変更の届け出について考えるんですけども、専人の宅憲者の氏名は、宅憲業者名簿のですね搭載事項なんでございます。 なので、宅検誌が死亡した場合というのは、その氏名をですね、宅検業者名簿から削除する必要があります。つまりですね、変更の届け出は要求されるということでございます。届け出時期はさ、何日以内でしょうかはい、答えは30日以内でございます。ここまでしっかり覚えておきましょう。もう一問いきますよ。宅検業を営むと株式会社にあっては、当該会社の監査役を専任の宅検誌として置くことができる。さあ、どうでしょうかはい、これですね、答えは×ですよ。 これ元々ですね株式会社については、監査役はですね会社の取締役ですとか支配人、その他のですね使用人等をですね兼任することはできないんです。監査役ですからね。監査しなければいけませんから、監査し,、ま、監査しなけければいけませんから一歩引いてかその会社を見なきゃいけないんです。ですから、会社の監査役をですね使用人の立場である専任の宅建士として、ですね先任することはできないようになっております。続いてもう一問いきますよ。 宅地建物取引業者は事務所以外で専人の宅建詞を置かなければならないとされている場所においても業務に従事する者の数に対する割合が5人に1人となるように専人の宅建詞を置かなければならない。さあ、どうでしょうか。いきますよ。答えは×バツです。 これ宅建業者ですね、事務所以外で専任の宅建誌を設置しなければならない場所についてはですね、特建業者の業務に従事する者の数にです、ね、関係なく、1人のです、ね、専任の宅建誌を設置すれば問題ございません。ここもですね、よく試験に出ますので、必ず5人に1人ではありません。これはですね、事務所の場合ですので、事務所以外で,です、ね、専任の宅建誌を設置しなければならない場合に関しては、1名で大丈夫でございます。ということでですね、結構ですね、実務をしていないと、専任の宅建誌ってですね、どういう立ち位置なのかなっていうふうに、よくわからないという方いらっしゃるかもしれませんけども、これ実務をして からするとですね専任、えー、の宅建師は別に特に偉くも何でもありません。もうただそういうです、ねえー、いうふうに置かれるというだけなので、例えば宅建師帳にですね専任の宅建師ってなんか書かれるわけでもないですし、まあ、特にですねなんか違った待遇を受けるということはあんまりないんじゃないかなと思います。専任の宅建師手当みたいなのをし出している会社があれば、ですねその方コメントください。私はあまり聞いたことがございません。実務においてもですね特にそんなに違いは出てこないと思います。だから別に専任の宅建師っいうのはです、ね、別に目指す必要はないと思います。ただ単にですね専任の宅 宅建士として設置するっていう風にですね。会社から呼ばれたら自分は会社からですね。まあ、すぐ辞めないと思って信頼されてるんだなという風に思うぐらいでいいと思います。そんなにですね。大したことではないという風なものでございます。ただですね。責任重くなりますので、何かですね。宅建業において。 トラブルが発生してですね、なんか行政から調査とかがですね、入った場合に、必ずですね、専任の宅研師は誰だという話には必ずなります。例えばですね、あなたよりも上司がいたとしても、まず専任の宅研師から事情を聞かれるというふうになると思います。だからですね、仙任の宅研師は責任は非常に重いです。そこはですね、しっかりと頭に入れておいた方がいいと思います。<music> チャンネル登録よろしくお願いします。ということでですね、専任の宅建士というのはだいたいそういう感じのものでございますので、特に専人の宅建士は目指すべきものというよりは、会社に信頼されたらですね、専人の宅建士として登録されるということになるパターンが多いです。 入ったばかりでいきなり潜入のタッケンシになるっていう場合は、もうかなり人手が少ないとかですね、タッケンシが少ない会社だということになると思います。中小企業なんかの場合で、タッケンシを急募集しているような会社なんかですと、この潜入のタッケンシの人数が足りなくなりそうなので、早めにですね、えー、雇用したいっていう場合なんかが考えられます。こういう場合は、もう採用されてですね、すぐに潜入のタッケンシとして登録される可能性は高いと思います。ということでですね、今日は潜入のタッケンシのお話でした。ということで、また明日 To the world